どうもこんにちは、フェリシティです。アーンソフトのパズルゲーム日焼けの上でプラス日めくりを毎日プレイしてます。こんな疲れてる日にもやらなきゃいけないんです。今日は2023年7月24日です。始めてから205日目、慣れてます。でも始めます。一体どれだけの兵士を倒せば終わるのか。スーパーファミコンリアルタイムシミュレーションバトルコマンダーバンプレスト。疲れてるってよりも眠たいですね。白い水着、どっちにしてもまずお風呂に入らなきゃいけないんですよね。自転車に長時間乗るってことはもう体いっぱいに埃を浴びるってことなんですよね。埃っていうかもう砂ですね。だからもう髪の毛から顔から砂だらけなんです。まあ日焼けするのは嫌なんで、長袖と日焼け止めと塗ってるんですけども、顔に塗った日焼け止めはまあ汗で大体落ちるんですよね。でもなかなか2回目を塗るっていうのが、まあ持ってってもあまりやったことないんですよね。まあやればいいんですけど、まあ今日はまあ曇りだったので、曇りでも紫外線は強いって言いますけど、まあしょうがないですね。帰ってきたら体重が2キロ減ってたんですけど、まあ水分をまあ2キロ以上取って、まあ食べ物も食べてるんで、それ以上の水分が失われてるってことなんですよね。まあただこれは明日になれば多分戻ってると思います。そう簡単にダイエットは負けがないです。まあ詳しいことはまあ動画にしてまた紹介すると思うので、そちらをご覧ください。頭もよく働かないんじゃないのかな。まあこれ明日の疲れ次第ですけども、それだったらあの1泊2日でも、1泊2日じゃない、2連休でもそれなりの距離はいけるかなって感じにはなると思います。長さがどのくらいあるかわかんないですけど、もう今日の紹介どうなのかな、まだ話した方がいいのかな。行きます。どうぞ。本日紹介する北海道限定の飲み物番外編は、桜食品の北海道トウキビアイスモナカです。ロッテのトウキビモナカは紹介しましたけど、これはまた別のもので、まあ、製造も小樽で作ってるものですね。これも初めて食べます。で、これは ロッテのトウキビアイスモナカよりも、ロッテのトウキビモナカよりも高いんです。普段168円ぐらいします。ほぼ似たような感じです。ちょっと若干このここが黄色さが強い感じがしますね。まあコーンの香りがするのは一緒です。高いのでアイスクリームかと思ったんですけど、アイスミルクですね。あれですね、ロッテのやつが白いアイスだったのに対して、ロッテのやつが白いアイスだったのに対して、これは中もコーン味の
アイスって感じですね。ちょっと普通のトウキビと普通のトウキビと同じ食べ方をしていましたけど、まあ値段が高い部分そこにあるんでしょうね。まあモナカの形が違うぐらいは、まあ普通のアイスモナカです。本日紹介したのは桜食品の北海道トウキビアイスモナカでした。はい、もう非常に長くかかりました。もうね、眠いんですよ。また明日ね。見目麗しき私や他の者どもがたっぷり拝める現地通信大闇子もとい揚げ玉ビデオカセットおよびレーザーディスク4話収録で絶賛発売中。あいや佐藤、これ行きなさいよ。ほら、不況の波も吹き飛ばすボルテッカのこのパワー、見よ宇宙の騎士テッカマンブレード。8話収録レーザーディスクビデオカセットスターチャイルドより絶賛発売中。テックセッター。お風呂に入って編集するか、編集してからお風呂に入るか悩み、編集してからの方がいいかなやっぱり。それじゃあまた明日お送りします。